はい、今度はですね、数研出版のコネクト数学 1A のですね、205ページの280番の問題からやっていこうかなと思います。で、どの問題かっていうと、次の方程式の整数解を全て求めようという問題ですね。で、これがまた結構ね、大変じゃ大変なんですが、まあ、ちょっとね、やっていきましょうか。で、問題がね、狭いところにちょっと書いちゃったんで、もうちょっとね、紙をちょっと用意して何枚かに分けてちょっとやっていかなきゃいけないかなと思うふうには思うんですが、まあやっていきますね。各1番からいきます。そうすると、まず、この 2x プラス 5y イコール1っていうのを、まあ丸1としといて、で、これね、 x イコール3で、y イコールマイナス1っていうのが、まあ一つね、答えとしてこれに入りますよねと。そしたら 2×3 プラス 5×-1 の積っていうのが1になって、これを2っておいて、1-2をまずやるんですね。で、そうするとどうなるかっていうと、 2×x-3 と 5×y プラス1が0っていう風になりますよね。で、ここで、2と5っていうのは互いに、素であるから、これのね、整数解っていうのは、この部分っていうのは5の倍数でなきゃいけないし、この部分っていうのは2の倍数じゃないとダメだよねと、うん、そうするとどうなるかっていうと、こっちは合計イコール x-3 って置くことができるよねと。で、こっちはマイナス 2k イコール y プラス1と置くことができると。で、この時一応 k はね、整数っていう条件がありますよね。うん、整数か。ね。うん。で、こいつを、こいつをね、整数解にしなきゃいけないので、x イコールにまとめ直してあげると、x イコール合計プラス3、y イコール、マイナス 2k マイナス1っていう風になって。で、この時もね、k は整数ですよね。k は整数と。うん。で、答えがこれですね。うん。っていう風になりますよと。これがまあ、括弧1。で、括弧2。の方いきますね。ここからは結構ね、手間暇かけて覚えていくしかないっていうか、うん、で、括弧2ですね。括弧2の方は 5x プラス 7y が1っていう問題で、これもね、考えていくと、3と、マイナス2、x イコール3と y イコールマイナス2っていうのがまあ出てくるかなと思うんですね。で、そうするとさっきと同じように 5×3 プラス 7×-2 が1だよねと。で、こっちを1、こっちを2って考えてもらって、 1-2 をやるとどうなるかっていうと、 5×x-3 プラス 7×y プラス2が0っていう風になるよねと。うん。で、こいつ、まずさっきと同じようにね、5と7は互いに、素であるから、このね、式の、整数解っていうのは、この部分っていうのは7の倍数じゃなきゃいけないよねと。で、この部分っていうのは5の倍数じゃなきゃいけないよね。そうすると、x-3 イコール、まあ、7k。っていうふうに考えてもらって、こっちも y プラス2が合計っていうふうになるよねと。うん。あ、マイナス合計だね。うん、マイナス合計。っていうふうになるよねと。うん。で、そうすると、もちろんね、k は整数ね、この場合も。ちょっと。で、k は、
整数とね。で答えはこれをねまた x イコールに直していけばいいので、 x イコール 7k プラス3と y イコールマイナス 5k マイナス2で、 k は整数という形、まあ、出せればいいかなって感じですよね。でお次ですね、括弧3の方いきましょうね。括弧3、紙がちょっと足りるかなって感じなんだけど、括弧3の方はどんな風になるかっていうと、これもね、7括弧あら括弧3で 7x-2y っていうのを 7x なってないじゃんね、7x-2y イコール1。そうするとこれ、x が1 y が3ですよね。でこれでまたこっちを1にして、で 7×1マイナス 2×3 イコール1で、これを2と置いて、でまた1引く2をやってあげると、そうすると7括弧 x マイナス1マイナス2の y、プラス、あマイナスかマイナス3が0っていうふうになるよねと。そうすると互いに素であるんで x-1 イコール 2k で y-3 イコール 7k で、 k は整数ですよね。整数とで求める答えっていうのは x イコール 2k プラス1と y イコール7k プラス3で、 k は整数ですねっていうふうになりますかね。まあこれが答えになりますよね。でお次4番、4番は 3x プラス 5y イコール1で、そうすると一つの答えが x イコール2、あれ y イコール1かこれ、y イコールマイナス1だね、ってなるよねと。でこれでねまた答えを作ると、3にプラス5のマイナス1は1とで、1の2とで1引く2っていうふうにしてもらって、3括弧 x マイナス2プラス 5y プラス1イコール0と。で、互いにね3と5は素であるので、求める答えっていうのが、あ間違えた、見間違えてんじゃん、これ13じゃんね、失礼しました。なんかおかしいなと思ったんだよね自分で解いて。そうすると x イコール2 y イコールマイナス5っていうふうになるよねと。でそうすると13の2の5のマイナス5が1になって、これが2になって、で1引く2だから13括弧 x マイナス2プラス5括弧y プラス5の0とで、
x-2 イコール合計13と5って互いにそうなんでね、うん、で y プラス5っていうのが 13k になるよねと。で、k は整数ね、この時ね、じゃないとおかしくなっちゃうので整数と。で答えが x イコール 5k プラス2と y イコール 13k、 あ、マイナス k 乗せてるのこっちね、マイナス 13k マイナス5で k は整数とっていう条件ですね。で、次ですね。カッコ5とカッコ6もちょっとね、一気にやってっちゃいましょう。うん。で、カッコ5が 12x プラス 17y イコール1。で、ですね、でこの時に、さっき作っといたメモをですねちょっと出さないといけないので、うんうん、でメモを見ると、うん、一つの解が x イコールマイナス5と y、イコール、おマイナス7だった、ごめんなさい、マイナス7と5ですね、マイナス7と5、そうするとそうですね、うん、で、だから、あ、こっちを丸1で12のマイナス7の17の5イコール1、うん、ってなるので、でこれで、1-2をまたやってもらって、12括弧 x プラス7と17括弧 y マイナス5イコール0と。で、まあ互いにそうなんで、x プラス7が 17k で、y マイナス5がマイナス 12k で、k は整数と。ってなって、求める答えですね。x イコール17k マイナス7、y イコールマイナス 12k、プラス5で、k は整数ということですね。うん。で、お次、6番ですね。6番が 19x マイナス 8y イコール1。これ1番の式にして、で、この時の x が3、y が、これが7かな。うん。で、そうすると19の3。で、マイナス8の7の1で、で、1-2をやってもらってですね、19x マイナス3のマイナス8の y マイナス7で、0と。で、19と8は互いに素であるので、求める、うん、
こっちはね8の倍数で、こっちは19の倍数じゃなきゃいけないので、 x-3 は 8k と y-7 イコール 19k で、 k は整数ということですよね。で、あとは、x イコール 8k プラス3と y イコール 19k プラス7で、k は整数というふうに答えが出ればいいかなという感じですね。こんな感じかな。ちょっとね長くなったんで、以上で解説を終わりにします。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価、コメント等いただけると次の動画の作成動機になりますのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。